お疲れ様です。令和セルシオのコーナーでございます。今日は日当20万ということでね、挑戦してきまして20万いただきました。いやー、今日はね、岡山に来てるんですよ。私ね、30年ぐらい前ですけども、岡山にまあ住んでいたんですよね。5年間ぐらい、まあ大学行ってましたんでね、私はあのここに住み慣れていたんですけども、でもやっぱり30年経つと全然違いますわ。当時はね、車も人間もまぜこぜで歩いたり行ったり来たりしてたんですけども、今はね、きっちりと車と人間が歩くところ、自転車が行くところ決まってて、うん、なんか逆にやりにくいなと思いますね。交通量もまあ当時から比べるとだいぶ増えたんでしょうね。それからご立派な建物が随分と広がってですね、私にはもう別世界に見えます。岡山慣れてるからあ大丈夫だろうと思ったら、イオンモールなんてのはね、もう駐車場が混んじゃって混んじゃって、もう全然建物に近づけないんですよ。ですんで裏からこう入っていって、で屋上を目指して車止めたわけなんですけども、まあね、時間かかりましたね。下手したらそのイオンモールの敷地内に入って駐車場を入れるまでに、うん、何時間かかるんやみたいな世界ですよ。でこれから岡山駅前に出て、岡山駅前から対馬笹ヶ瀬53号線を通っていくルートで、まあ、岡山インターから乗っていこうと思うんですけど、びっくりしたのがね、岡山インターをこう広島方面から来て降りるじゃないですか。そうするとね、高速道路の向こうに泉屋っていうスーパー、これがね見えていたはずなんですよ。今はそれがねエブリーですね。で隣にハローズもあるというね、エブリーとハローズの競合同士があっちでもこっちでも同時出店してる姿を見て、はーっとため息が出ましたね。うん、いいじゃないですか。でも泉屋といえば、私がねまさにそのインターチェンジ降りたところの泉屋は、そこの同友店でたこ焼きを私は焼いていましたからね、アルバイトで。まああの深夜のバイトもやってたんで、なかなかね眠くってサボることが多かったんですけども、その説は申し訳ありませんでした。あの、まあ、小谷さんっていう方がね、そこのオーナーだったのかな。うん。なんかすごく人情味あるあったかい職場だったような気がします。で、床屋さんをやっていたのが軸のビジネスで、手に職っていうのがこんなに強いのかっていうふうに、まざまざとね、見せつけられた、そんな思いがありますよ。岡山駅前ってビッグカメラなんだ。へえ。これまっすぐ行くとね、あの丸ビルがあるんですよ。その丸ビルに勤めていた、チケットセンターに勤めていたあのある女の子と私は恋をしたんですよ。しかしね、なかなかね言い出せずに、結局告白せぬまま終わりましたね。あ、ここも宝冠町は金八ラーメン。ええ。いや本当に全然違うやん。こんなにまともな街になったんだ岡山。っていうかなろうとしている。うん、あれ噴水があったはずなのに、桃太郎広場、あれここら辺はね、もう雑居ビルがうわうわやってて、あのなんつったっけな、麻雀屋があったんですよ、レートっていう天狗のね。うん、確かにそことまあ入り浸ったような気がしますね。あとリーチくんつのもあったと思う。うん、今はねちょっとこう場所を移して大学の周りに麻雀屋ってのが何店かありましたね。へえ。まあいいや、ちょっとこれから帰りますんで、今ね時間にして3時です。あの今日ね、その工学ワーク、このなんかね岡山市にひっそりとそういう仕事があって、私はね、あ、甘い辛いだ、あ、まだやってるんだ甘い辛い、すげえ、すごいよ。うん、あ、ここがまだ生き残っているんだ。およそ700メートル先、いやいや、思い出すな思い出すな、ここ、うん、こんなだったこんなだった、はい、感無量ですね。うん、やっぱりこう当時の名残をとどめる、そんな場所もありますね。はい。
でもやっぱりね、あの街は大きく変わりますよ。それはしょうがないですよ。うん、人間も変わるわけですからね。はい、あ、江南っていうホームセンターこうできたんだ。当時何があったかな。まあ、この辺はちょっとね、言えない商売をやってる人がパラパラと言いましたね。ここ、うん、言えません、すいません、うん、ちょっと考えに浸りますんで無言になるかもしれないですよ、うん、で、この辺りに私がバイトしていたラブホテルがあるはず。ラブホテルのベッドメイクってね、すごく楽なんですよ。あの日当は5000円だったんですけども、確か夜8時ぐらいに入って深夜1時ぐらいに終わって日当5000円なんですよ。だから8時間やるわけじゃなくってね、しかも1時間中10分とか20分ぐらいの仕事で、大抵が待機時間なんですよね。まあ、そう考えていくと、その待ち時間に楽器の練習したりね、テレビゲームしたりとか、まあブラブラして飯を食ったりとかして、でそろそろ行ってよって言われたら、何室かまとめてこうクリーンアップとベッドメイクに行くんですよね。すごくのんびりしたところで、当時音楽系サークルのあのメンバーがね、そこのバイトをまあずっと受け継いでるような感じだったかなと思います。うん、すごく良かったですよ。で今通ってるところがそのタウンホテルとかシティホテルだったかな、なんかそんな感じのねラブホテルだったんですけども、そこのバイトに行く道なんですよ。で当時ここに吉野家の牛丼があったと思うんですけど、今はないですね。多分もうちょっと店舗を拡張して少しだけ移動した、あ、ある、これだ、ありました、裏側が見えてる、うん、で岡山フェアレインっていうボーリング場とゲームセンターがミックスされたようなやつがこの辺にあったはずなんですけども、ちょっと姿が見えないですね。なくなったんでしょうね、うん、いやーね、フェアレインでデートしましたよ当時。もうね、一人残らず思い出しますよ当時デートした女の子たち。男はお前を持たせないけど、いや、みんなどうしてるんだろう。一丁前のおばさんになってるのかな。奥さんになって当時のことを思い出すこともあるんだろうか。まあ思い出さないでしょうね。女性はその上書きするって言いますからね。男性は結構ね、上書きっていうか思い出すんですけどね。救急車？違うか。OSK スポーツクラブがあるじゃん。いやー、なんか懐かしいところばっかりだな。でね、あそこにあの OB の大谷先輩が店長やっていたビデマロっていうねビデオ屋があるんですけども、今は当然ないですよ、ビデマロね。うん、であとこの辺はあの当時ですよ、当時私はね結構ねときめいていたんですよ。なぜかっていうと、可愛らしい制服の高校生が結構こうね気さくに歩いてたからです。今そんなじとっとした目で見てないですよ、うん、でも当時はまだ私22とか23ですからね。そりゃ高校生といえば年の近いなんか彼女になってくれないかなって思うじゃないですか、それは、うん、当時はね。今はもう奥さん一筋なんですけども、まあでもね、本当年齢を重ねてもね、17も年離れてたらいつまでも可愛いですよ。だからいろいろとメリットデメリットあるんですけども、年の差恋愛はね、本当になんかこう恋愛に飽きが来ないような気がします。まあ分かりませんけど、同年代でもね、あの暮らし方だと思いますんでね、飽きるか飽きないかは。はい、53号線沿いね、ビデマロはありません。でここを曲がって高速道路の方向に向かいます。今のところまだ渋滞してない。ここはねむちゃくちゃ渋滞するんで、もう嫌になっちゃうんですよね。でこれまっすぐ行ったら岡山大学でしょ。で時間割っていう喫茶店があったり、あとあれですよ、スタジオ付きの楽器屋があったりとかしてね、そのスタジオ付きの楽器屋でバンドの練習はしてました。4時から6時の2時間で、だいたいちょっと遅れてボーカルの門谷くんが来るって感じでした。
というのが、彼は4時までバイトなんですよ、朝から、早朝から4時までバイトして、でバイトが終わってから4時から駆けつけると、だいたい4時半とか5時前になるんですよね。まあでもバックバンドが温まった頃にボーカルが来るんで、まあちょうどいい感じの、あれでしたね、セッションができましたね。毎回バックバンドを最初の1時間で固めて、でボーカルが入ってくるみたいな、まあいいペースだったと思います。もうね、こうやって流してるだけでもう思い出が、古いアルバムの中に、まあ当時はねアルバムなんてなかったんで写真なんて撮らなかったですから、いや本当にここにあるだけですよ、思い出がね。いや、あのね、もっとね、大学のサークルの縦の関係もちゃんと作っとけばよかったなと思いますね。なんかね、1年上2年上の先輩と反りが合わなくってね、特に1年上の先輩と反りが合わなかったんですよ。でそれはね、ほんともったいないことしたと思いますね。就職活動をちょっとね、いろいろこう相談乗ってもらったりとか、試験のことをいろいろと話したりとかできたはずなんですけどもね、なんとなくこうしなかったですね、私の方はね。はい、それでもうちょっとまっすぐ行くと高速道路に乗るための道路に入るのかなってところですね。まだ曲がっちゃダメかな。本当懐かしいことこの上ないわ、どっち行ってもこっち行っても。くら寿司ができたんだね、ここへ。この辺がね、私のね、あの生息地だったんですよ、当時。京山遊園地のあたりとか、今その名残があるだけですけどね。はいはいはい、かー、でっけー町になったな、中央病院が。うおー、もうね、お手上げですよ、こんな街になってきてしまって。あ、お腹すいた。さっきね、サブウェイによってちょっとだけハーフサイズいただきました。レギュラーサイズっていうの、ドレッシングなしで。ドレッシングなしでも美味しいやんね。ドレッシングつけない方がいいですよ、サブウェイで。病気になるんでね。いやー、もう本当にね、懐かしい。この辺もうそれしかないですよ、他に言うことはない。はい、ありがとう。カツ丼、とんかつそば、城下町。へえ、満腹になりそうな店だな。でもね、外食ってやっぱりね、あんまり好かんですね、私としては。あんま行きたくない。ここ曲がっちゃダメなのかな、もうちょっと前か、もうちょっと前だ。あ、そんなとこ。もうね、言葉が出ません、すいません、いつもみたいに。あ、そうそう、だから20万円の仕事ね、これはね、あの以前ちょっとお話したことがあったと思いますけども、5分10分で12万5000円ってやつがあったでしょ。あれと組み合わせて実はプラス10万円もらえるっていうやつなんですよ。だから合計で22万5千になるんですよ。ただ今回はちょっと岡山まで出てきてるんでね、その経費を差し引いて、まあざっくり20万ぐらいならいいかなと思ってるんですよ、1日でよ。で実動ってのはまあ1時間もないわけですよ、でこういうお金の流れってのがこの世間にはあるんですよね。で私はその情報が入ってくる立場で、まあやったりやんなかったりなんですよ。やんない時もあるんかいって感じですけど、やんない時もあるんですよ。まあええわと思ってね、あ、今日動いたら20万か、まあでもいいわとかね。中には30万ってやつもあるんですよ、ほんと1日限りで、こっきりで。でもやらない、モチベーションが湧かない。30万もらえるよりも今日はのんびりと気ままに過ごしていたいなって気持ちが勝る時があるんですよね。贅沢でしょう。
考えられないですよね、こんなのね。日当1万でもね、喜んで取りに行かないといけないのに、日当20万、30万を断るっていうね。まあけどね、なんでこういう話が入ってくるかっていうと、まあ断る断るって言った後に矛盾を払いますけども、私受けるんですよ。やりましょうかみたいな感じでね。で、そうすると、久保に回したら、とりあえず仕事は埋まるわって感じで、お話しくださる優先順位高いんですよね。そこがだからありがたいところですよね。だから、いつまで経ってもちんたらしてやってない人には、いい話ってのは来なくなるんですよ。ね、だから、1億円稼ぎたいだろうね。なんか商品売って、集客して、対談をしてとか思ってるでしょ。もうそのペースが遅いと、もうやってられないんですよ。付き合わされる方が。ダメだこれはと思うわけですよ。まあ、というのが、同じペースでやってくれるんだったら、こうキャッチボールが成り立つんですよね。でもせっかくいいネタを投げても、全然響かないから、この人とはちょっとうまくいかないよねっていう風に思われちゃうんですよ。で、いいネタ投げてもね、掴んでくれないし、これ割のいい仕事があるよって言っても、ああだこうだいってやらなかったりね。嫌になるじゃないですか、そんなの。ね、だから、小さい仕事を誠実にきちんと迅速にこなすことを積み上げていくと、徐々に美味しい仕事っていうのをね、回してもらえる可能性っていうのが広がるわけですよ。で、そういう風にしてコツ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 信頼を積み上げていかなくちゃいけないの。だから、3ヶ月とか半年とかひどい時には1年、稼ぎのペースが早くなってないぞって方、ノリが悪いんですよ。集まろうぜってのが集まんなかったりね。で、こっちに行ったと思ったらあっちに行って、あっちに行ったと思ったらこっちに行ってみたいな感じで、一体どこに根っこ生えとるんやみたいな。情報はね、広げればいいってもんじゃないんですよ。人の縁はね、広げればいいってもんじゃないんですよ。絞るのが大事なんですよ。広げた後は絞る。で、絞ったところでしっかりと結果を出すと、絞ったコミュニティも、ものすごくね、ああ、よかったなってなるわけですよね。そういうふうになんか恩返しをしなくちゃいけないですよね。はい、じゃあ高速道路乗っていきます。以上。